い、どうもこんにちは、ピアソンのです。今回は久々にね、ゆいさんにドッキリを仕掛けていきたいなって思います。で、前回やったのが別れるドッキリとかやったんやけど、まあゆいと話しよってドッキリをしても気づかれないとか、うまくかわされることが多すぎて、ドッキリをね、いまだに成功させれてなくって、まあ、今回こそはナチュラルにゆいにドッキリをかけて反応が見れるんじゃないかなっていうことで、ゆいさんにひたすら否定し続けるドッキリをやっていきたいなと思います。もやけんね、多分否定をずっとするってことはもう相当嫌な女になると思うんやけど、まあ、そこでゆいが果たして悲しんだり、なんかね、ちょっと落ち込んだりとか、まあ、逆にドッキリとして気づいてくれるのか。こんなに、ね、嫌な女演じとったらね、気づいてくれてもおかしくないはずやけんねっていうのを、まあ、どういった反応が見れるのかってことをね、見ていけたらなって思うので、今回もドッキリ頑張って成功させていきたいと思います。はい、どうもこんにちは、ピアソンのゆいとのんです。今回は2人でサバイバー遊んでいこうかなと思います。やっていきましょう。やっていきましょう。まあ、今回はね、はいはいはい、恋愛トークをテーマにね、やっていけたらなと思ってて。なるほどなるほど。まあ、うちはといえば遠距離恋愛をね、もともとしとったと思うんやけど、それについての遠距離恋愛を今している方々へのアドバイスをね、はいはいはい、できたらなと思って。なるほどなるほどなるほど。まあ、ゆいさん特に遠距離恋愛で、うん、気をつけとったこととか、気をつけてたことか、なるほどね、はいはいはい、こういうのいいんじゃないみたいなことがあったら、あ、それアドバイス系のことがあれば話していけると、うん、なるほどね。え、なんだろうな、気をつけること、なんかもう気をつけてた逆に。うち、その気をつけ、うん、うちはもう常に通話をつないでくれとか。あー、確かに確かに。これは、うん、まあなんか2人でさ、できることとか共通の話題があったらいいんじゃないかなと思うけどね。まあ、それがない人もおる、結構困ったよね。あ、なるほど、確かに、うん、それじゃダメ。なんかしら共通の話題をまず見つけた方がいいよ、絶対。なかったら作った方がいいよ。あー、でもない場合もあるけんさ、そういう、いや、ないないない場合、ない場合は作った方がいい。お、まずはそれ俺の第一アドバイス。あ、分かった分かった。そうそう、じゃあ次はなかったら作る、はい、で作ったらそれについてなんかするとか、まあ、あとは連絡する頻度よね、大事なさ。連絡する頻度、それぐらいが必要だと思う、連絡する頻度。まあ、それマジでね、相手どっちかどっちかが合わせなきゃダメだと思う。だからどっちも、例えばさ、1日毎日1時間電話したいっていう人と、うんうん、例えば別に2日に1回でいいっていう人がいたら、はいはいはい、それが両方がさ主張しちゃって、もうずっと譲らなかったら絶対うまくいかないじゃん、うんうん、から、まあ、どっちかが折れるしかないから、まあ、性格、相手との性格を見て、まあでもね、どっちかが折れた方がいいと思う。折れたとしても、うん、本当にできん人もおるわけよ。まあまあまあ、まあ、2日に1回しか、まあ、そういう場合どうするんだって。そんなこと、まあそうなったら仕方なかったら、もうそれに相手に合わせてもらうしかなくない、うん。え、それも嫌だって言っとんやん、だって女の子それも嫌だ、うん、そう、わがまますぎよ。それは性格変えた方がいいわ。いやいや、でもそういうことやない、うん、あ、男の人の顔は、うん、そうやってもう物理的に不可能って言った、はい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 、でも女の子の方はもう1時間毎日しなきゃ、うん、もうやってられないと言ったんやけど、やってられない、うん、けど男の人はスケジュール的にまず無理だと。無理と。なるほど。それはそれはあの、もう一回やり直した方がいい。性格を変えた方がいいと思う、俺は。どっち？無理無理。女の子が俺は直すべきや、多分その場合は無理やん。うーん、なるほどね。そうか、まあ、あとは、まあ、うん、逆にそれで男の子の方ができることで考えるんやったら、うん、まあ、そのまあできるだけ削ってあげるとか、まあ、自分の時間も大事だけど直せるとこで直した方がいい。はあ、はあ、どっちも、うん、まあ、そうやって譲り合うってことで。そう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 。なんかね、やっぱね、喧嘩するタイミングってどっちかの労力が跳ね上がった時に喧嘩だって起こるから、はあはあ、一人が楽してるって相手に思われたら、なんで私だけなんだってすぐプンスカプンスカね、あの、怒り始めるなんて。それは誰に向かってた？いや、これは分かんないけど、多分世のカップルは多分そうなってる人多いんじゃないですか。目の前のあなた怒ってないですか？いつも私だけ苦労してる。本当にそうですか？相手ももしかしたら苦労してるかもしれませんよ。誰に向かって言ったの？いや、別に誰とは言ってないけど誰とは言ってませんけど他は、他に他のアドバイスは、アドバイス、まあ、そういった点でもお互い、まあ、譲り合っていく点と、うん、まあ、あとは疑いすぎないとかじゃない、わかんないけど、なんか、なるほど。いや、でも疑ってしまう心は、うん、それは仕方なくない？だって、うん、疑わしいことしとるかもしれんし、疑わしい、なんかもうそれを醸し出してんか、はいはい、相手が、あ、相手がもうすでに醸し出してると、なんか相手怪しいなみたいな、ま、待って、そういうパターンの人もおるかもしれんってことね。なるほどなるほど、うん、まあなんか、まあ、お互い別に両思いなんだったら、うん、まあ、相手に誤解されるようなことはしない、まず大事な、それはうちもしてないって、してなくても、そういう風に知らないけど取る人がおるって、あ、まあ、疑われてしまったら、そうそう、もう なんだろう、変になんか言い訳するんじゃなくて、こう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 いう理由でこうしましたっていう伝えたらいいんじゃないかな。
ちゃんと真実を言う。いやそれはちょっとあんまりアドバイスダメダメ。まあとりあえず なんだろうな、まあ疑なんかそんな相手を疑いすぎないこと。なるほど。そうそう相手を、まあ確かにそうやって時には疑う時も大事だけど、こいつおかしくねえかって時はあるけど、全部を全部疑ってしまったらもう自分が疲れちゃうから、あそうそうそう、ある程度はやっぱり相手を信頼してあげる方がいい。でそれで信頼しておいて後から気づいてダメだったらダメだった、ダメだったで、その気づくまでの時間は別に自分は幸せだったじゃん。で気づいてしまったら、あーもういいわ、プッチンって感じじゃん。わかりますか？いやちょっとわからんけど、わかる、わかるって。他のアドバイス、うん、もうだいぶ出したけどな、これ多分ね実践してたらまず喧嘩しないと思うけどな。確かに、うん、なんかね、うん、おかしいんよね。おかしい、今話しとったのも全部、うん、なんかうちの悪口言われとるみたいな。すごい深いやったっけ。言ってない、まあ、アドバイスってなんか自分の体験談に基づいてしまうから、なんだろう、今日こういう話をしたかったけど、俺の体験談になっちゃったかもしれないけど、うん、ちょっとおかしかった、ね、はい、うちの悪口大会みたいなのとったっけ。なんかもうよくてか、あっという間に動画これ終わっちゃうけど大丈夫ですか？もうこんなよくわからんこと言ってたらもう終わっちゃいますけど、うん、いやあの今回その、はい、一応ドッキリをねさせてもらったんやけど。ドッキリ、嘘、いや絶対嘘。はい、ダウト、どこもドッキリされてない。え、今してる？現状でしてる？しとったよ。してた？してきた。ずっと？うん。いつから？動画撮ってから？動画撮る前から？最初から。撮ってから？うん。全然知らないし、ね。もちろん動画撮る前に。ない、はいはい。みんなには説明しとるわけ。みんなは分かってる。あ、分かってんだ。あ、俺だけ分かってないよ。いまだに分かんない。ドッキリって言われても分かってない。何した？また失敗か、これ。え？ゆいの言ってることに対してひたすら否定するっていう、はいはいはい、嫌な女を演じるっていうのが今回のドッキリの内容やったんやけど、あー、はいはいはい、はい、なんかね、うん、テーマが悪かったんか知らんけど、あ、なんかかわしちゃったな俺多分。かわしちゃった気がするわ。ちょっとテーマ的に、あー、確かに言われてみれば確かに意味をね、なんか自分のなんか発言したら全部、いや私は違うけどみたいな、否定してくるやつね、いるそうそう、お強い踊り子、それやったけどダメやった、ごめん、全然わからんかった。うまいこと、まあ、自分のトーク力が高すぎてね、うんうん、つなげちゃいました。いやーそっか、ダメか、これでもダメか、もうドッキリやめようかな、はい、難しいね本当に。まあ確かにね、まあドッキリするタイミングが本当ないよ、うん、常に2人一緒に住んどるけん、うん、こうやってなんかテーマを決めて話すよっていう風にゆいを引っ張り出さんと不自然になってしまうけん、うん、難しい今回のこれは、まあ、あとあれだもんな、普通に結構そのなんか YouTube であるみたいな感じで結構ガッツリやっちゃうとすぐ気づくからね。そうだよ、そうゆいの勘の良さで、ね、すぐ喋りが止まっちゃって、だってさ、あのさ、この前普通に一緒に第五人格やってますで、そっから急に切り始めたらはっ、なんか絶対やってるだろってなるから。本当に確かに、あ、でも、ね、今回は、ね、気づかなかった、いいラインやったと思う。あ、本当に、うん、なんかちょっと惜しかったぐらい、そう、あれでなんか否定しながら切れてたら、あれこいつなんかやってんなって俺気づいたけど、あ、今のは気づかなかった、逆にバレんかったらいいってもんじゃないけんね、成功とは言えんけど、まあ、はい、こういうドッキリということで今回は、うん、まあ三角ぐらいで終わりにしようかな。確かに否定された気がするわ。またこんな感じでドッキリ企画ぶっ込んでいくと思う、はい、わかりました。じゃあいずれ楽しみにしております、よろしくお願いします、はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました、はい、バイバイ、 バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているのでよかったらフォローしてください。それでは次の動画で、バイバーイ。